柴田理恵さん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで本日は購入したヌエラを紹介していこうと思います。で、今日は海外のモースポーツさんというショップで購入をさせていただきました。読み方合ってんのかな、モースポーツで多分合ってると思う。あの MOE スポーツって書くんですけど、多分ね海外だとモエスポーツとは発音しないと思うんで、多分合ってる、違ったらごめん。で、こちらはアメリカ、ニューヨーク、ブルックリンのショップでして、昨年末に購入して、年明けちょっとしてすぐ届いたんで、まぁ、ちょっとね、正月も挟んでますけど、だいたい2週間ぐらいで届きました。まぁ、アメリカからの荷物は平均多分2週間ぐらいだと思います。まぁ、もっとかかる場合も全然ありますけど。はい、ということで、まぁ、これ早速開けていきたいと思います。これはね、ほんと超一目惚れだったんで、めちゃくちゃ楽しみです。まあでも僕の好みって結構独特なんで、あの賛同してもらえるかはちょっと微妙かもしれないです。結構ね、日本人があんまり好まない配色かもしれないです。はい、ということで開けていきます。パッカーン、ちゃんと袋に入れてくれてますね。おー、かわいい、めちゃくちゃかわいいじゃん。じゃあ紹介します。じゃーん、シカゴカブスの5950になります。はい、どうすかこれ。多分ね、分かる人は分かると思うんですけど、ちょっと JTIPS っぽいカスタムですよね。うん、めちゃ可愛い。あのね、僕も結構多分ニューエラー持ってる方だと思いますけど、もうね、間違いなく一番派手です。まずこのフロントロゴですけど、これ普通のフクマロゴよりもでかいんですよ。これこんな感じで比べると違いが分かると思うんですけど、主張がすごいっすよね。もうここまでぶっ飛んだ配色だと、やっぱロゴもなんかでかい方がいいっすね。で、バッターマンもこんな感じで、グリーンとサーモンピンクかな。めちゃくちゃ可愛いっす、これ。で、サイドパッチの色使い、めちゃくちゃ可愛くないっすか、これ。ほんで、ニューエラのロゴだけはなぜか本体と同色っていうね。わかんねえわ。俺なら色を入れたくなっちゃうけどな。なんか水色とか入れたらめっちゃ可愛い感じになりそうじゃないですか。このセンスはマジで超ハイセンスだと思いますよ。これ作り上げれるのはマジですごいっすね。何色使ってんねんって感じですよ。で、つば裏のグリーンもめちゃくちゃハマってますよね。で、汗止め白でメイドインチャイナポリエステルですね。まあ、何歳になってもね、やっぱこういう遊び心ある配色のキャップは被ってたいですね。あの、おじさんだからちょっとこういう配色きついなとかね、まあ、わかるんですけど、まあ、おじさんになってもね、こういうの被ってたいっすね、僕は。で、こちら購入したモースポーツさんなんですけど、帽子屋さんって感じではなくて、普通にアパレルショップだと思います。ちょっとね、ウェブサイトを一緒に見ていこうと思うんですけど、で、こちらがウェブサイトです。まあ、結構ね、アパレルの方が充実してます、どっちかっていうと。で、ニューエラー見ていくと、まあ、こんな感じのラインナップになってて、これ僕が買ったやつですね、まさに。あの、まだ全然買えると思うので、興味がある人は僕とおそろでよければどうぞって感じです。多分まだ日本で僕しか持ってないと思います。で、ニューエラーの数自体は全然多くないんですけど、結構ね、ラインナップは僕はすごい好みです。あの、トレンドも抑えてますし、てかさ、このブレーブスのさ、カスタムどっかで見たことないですか？俺めっちゃ見たことある気がするんだよな。ラインナップ普通にいいっすよね。この辺やっぱみんなが普通に欲しいとこじゃないですか。まあただ値段65ドルなんで、やや高めだと思います。どうだ、65ドルって言うと8000円、9000円ぐらい。それぐらいだと思いますけど、うん、まあやや高いとは思います。で、送料がね、確か17ドルぐらいですね。130で計算して、まあ1万円ぐらいですか。1万ちょっとぐらい。はい、まあこんな感じです。で、まあこちらのショップですけど、多分知ってる人は少ないと思います。僕も初めて利用しましたし、使ったことがあるっていう話も聞いたことがないです。まあ一応ね、ある程度調べて信用できそうなショップだなっていうことを確認してから購入してます。で、まあこうしてトラブルもなく無事に届いて、皆さんに新たな購入ルートをこう提供できたかと思うんですけども、まあでもこういう買い物の仕方は人には絶対おすすめしないです。ちょっとね、こっから大事な話になるんですけど、やっぱ海外のショッピングって、まあ、すごいトラブルが多いです。まあ僕はね、幸いにも大きなトラブルは今までないんですけど、SNS のフォロワーさんとかで本当にいろんなトラブルの話を聞きます。本当にトラブルは多いです。で、まあそのトラブルのほとんどが商品が届かない。これです。よくわかんないショップでニューエラ購入して商品が届かなかったとか、
あとは、住所入力ですね。購入する時の住所入力でこうジャパン選択ができるのに、その購入手続きが全部完了した後に、いやいや日本には配送しないよっていうメールが飛んできたっていう話も聞いたことがあります。これはね、まあ返金されたそうなんですけど、まあ特に素性の知れないショップを使うのは非常に危険が大きいですし、本当にね、悪質なショップも聞いたことがあります。うん。なのでまあ僕でもいいですけど、まあ僕なりその周りの人とかがこう利用実績のあるショップを選んで使った方がいいと思います。でこれ大手もね例外ではないんですよ。あるまあニューエラを扱う大手のショップで、ここなんかトラブル多いなっていうショップあります。ただこれ一概にショップが悪いとも言えなくて、むしろその配送トラブルの可能性の方が高いと思ってて、まあそのショップが利用している配送業者がいまいちなのか、そこはちょっとわからないですけど、まあそういう理由もあるんで、まあ僕がここで名前を出してそのショップの名誉を傷つけるわけには絶対いかないので、ちょっと名前は出せないんですけど、まあ海外で何かを買うっていうのはリスクがあるよっていうことだけは覚えておいてください。なんで急にこんなことを言うかと言いますと、まあ僕が YouTube でやってる内容的にこうなるのは仕方のないことなんですけど、まあ僕のTwitter なりインスタなりの DM がほぼカスタマーセンター状態です。全然 DM をいただけるのは本当に超嬉しいですし、これガチで全然嫌とかそういう感情はマジでないです。というかそもそも僕なんて YouTube をやってるってだけで、お金を払ってニューエラを買ってるだけの人なんで、全然遠慮していただく必要もないですし、いろいろ相談してもらったりとか質問とか全然 OK です。僕が知ってることであればお答えしますし、ここのショップ利用したことあるとか、まあ、そういう質問でも全然 OK です。うん。極力ね、交流は大事にしたいと思ってるので、まあ、DM も開けてるし。ただちょっとこの先もずっと 100% 返信できるとはお約束できない部分もありますし、まあ遅れてしまうこともあると思うんですけど、まあ自分のキャパの範囲で、まあこう返信はさせていただこうという気持ちです。ただ、僕もしてあげれること、してあげられないことがあります。うん。まあ具体例であげちゃいますけど、海外からニューエラーが届かなくて、まあ代わりにちょっとやり取りしてくれませんかっていうお願いがすでに2回ありました。もしかしたら僕の動画を見てその触発されて海外で買ってみようってなったかもしれないんで、ちょっと僕も責任を感じますけど、まあ、ちょっとねあえて冷たい言い方をするのを許してほしいんですけど、まあ、何かトラブルがあった時に自分で対処することが難しい人、もしくは今回ちょっと外れ引いちゃったなっていうふうに割り切って諦めることができない人は、海外のショップは利用するべきではないと思います。何かあった時に外国語でやり取りするのもまあ簡単なことではありませんし、日本でこう買い物するよりもはるかにトラブルが起きる可能性は高いです。あと、まあ海外から直接買わなくても海外のニューエラを買う方法はあります。今国内のショップでも、そのまあ僕らがその海外で利用しているようなショップでまあこう仕入れて、まあ並行輸入してそれを売るっていうビジネスモデルも結構流行ってるので、まあ海外で直接買わなくてもそういうショップから買うことができるので、そういうショップを利用するっていうのも一つ手だと思います。安心安全を求めるなら絶対に国内のショップを利用した方がいいです。うん。ただ値段は多少味付けされてるので、まあ海外から直接買った方がそれ安く済みます。当たり前だけど、まあ、僕はリスクを取ってでも海外から安く買いたいっていうタイプだから、まあ、別に何があっても自分の責任だし、まあ、何かトラブルがあった時は、まあ、こう自分でやれることはやって、ダメなら諦めるしって感じです。なので、まあ、いろいろ聞いてもらうのは本当に全然大丈夫なんですけど、海外でその買い物するのはちょっとリスク高いよっていうのを、まあ、あえてちょっと厳しい言い方をしてでも伝えないといけないなと思って、今回その話をさせていただきました。じゃないと僕も責任取れないし、僕が今まで利用してきたショップも、まあ、僕は今まで何もなかったけど、これから先も絶対何もないかって言われたらそうじゃないし、長い距離運ばれてくるわけですから、もしかしたら荷物が紛失するかもしれないし、まあ、箱ももしかしたらへこんじゃってるかもしれない。だからまあちょっとそこはね、運の要素もありますけどね。はい、ということで、まあ、とは言っても海外でニューエラー買う人はたくさんいると思うので、まあ、今後僕がやっていきたいこととしては、その僕が利用したショップとか僕の周りの人がこう利用したショップをこうリストアップしてこう見える化したら皆さんこう嬉しいんじゃないかと思って、そこはちょっとやろうかなと思ってます。まあそういうのあったら僕は嬉しいって思うんで、率先してやろうかなって思ってます。うん。あ、このショップは結構使われてるから信頼できそうだなとか、まあそういうのね、わかると、うん、安心してこう利用できる材料になると思うので、まあちょっとすぐやれるかどうかわかんないですけど、そういうのもちょっとずつ進めていこうと思います。はい、ということで本日はそんな感じで終わりたいと思います。
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、終わりー。あとクレジットカードが弾かれるって相談も一回あったけど、それは本当に俺じゃ無理だよ。